今僕の手元にあるのがキヤノン EOS 80D です。キヤノンの APS-C センサー搭載モデルには、まあ、大きなラインとして KISS シリーズが、ね、エントリーにあって、上には高級機の EOS-7D Mark II があるんですが、ちょうどその中間の、ね、役割のモデルになります。実際ですね、まあ、可動式のモニターの搭載機としては最上位機種ということになります。エントリー機と違うのはですね、まあ、例えばこのようにダイヤルがですね前後にも設けられていたり、十字キーもですね独立をしていたり、こちらのグリップの大きさなんかもですね、たっぷりとしていて、剛性感もあって安心して使えるというあたりもですねポイントと言えるかもしれません。EOS のですね2桁型番のシリーズとしては初めて光学式ファインダーで視野率 100% を実現していてですね、より緻密な構図撮影も可能になっています。細かなところではこちらのですねミラー見えますかね、はい、ミラー駆動がですね従来のバネ式からモーター制御になって、まあ、より振動を抑えてですね、静音化もされたのもポイントと言えます。気になるセンサーは2420番画素のデュアルピクセル CMOS センサーが採用されています。これはキヤノン独自のセンサーで、画面のほぼ全体の画素がそのまま増面位相差画素として使えるのが特徴のものです。実際にこのセンサーのメリットが生きてくるのはライブビューでの撮影時なんですけれども、これまでの一眼レフのライブビュー撮影というと、どうしてもミラーレス機に比べてピント合わせが遅く感じるね場面が多かったと思うんですけれども、 80D ではですねそのあたりが遜色なくストレスのない撮影が楽しむことができました。もう一つ注目したいのはですね、新キットレンズとして登場した 18-135mm なんですけれども、今はね僕の手元についているレンズなんですけれども、光学系はですね先代と同じなんですが、AF 駆動には新開発のナノ USM が採用されています。これによってですね、まあ、新しいモーターなんですが、よりスピーディーで静かで滑らかなオートフォーカスが実現されています。またですね、まあ、それを採用することによって動画撮影にも優れた性能を発揮しています。また注目したいのが脱着式の電動パワーズームアダプター PZE1 です。これは新 18-135mm のレンズの専用のアダプターになるんですけれども、まあ、単4電池4本、ね、入れるんですが、2段階の、ね、ズーム速度が選べて動画撮影時に滑らかなズーミングが可能になります。さらにパソコンやスマートフォンからリモート操作でのズーミングも可能になっています。まあ、いろいろとね撮ってみたんですけれども、やはりこの新しいセンサーとてもよくできていてですね、まあ、ミラーレス感覚でもねストレスなく使えますし、もちろん一眼レフとしてもね優れた性能を発揮すると思いますし、さらに言うと、まあ、ビデオカメラとしてもね使える大変欲張りな仕上がりになっているかと思います。例えば一眼レフとビデオカメラを使い分けていたようなファミリー層などにおすすめしたい製品だと思います。